このショルダーバッグが地味に重い、バッテリーと財布で。寝たらダメらしい。よくわかんないけど。あの撤退なんかないから、うん、俺絶対東京は行くから。何時まで寝る、分かんない。ケツ、お尻の痛さがなくなるまで。眠いよ、眠たいよ。今日ね、7時15分に起きたんだよ。7時15分に起きて、プリミちゃんと一緒に7時15分に起きたわけ。でプリミちゃんが8時半まで寝ててくださいねって言ってくれたんだけど、正直うざいじゃん。朝さ、仕事の準備するのに人が家にいたら準備できないでしょ。だからもうそんなに一重一泊の恩があるから、もう寝ずに先にじゃあ行くねって言っても出て行った。帰ってくださいって言いにくいじゃん。宿主は正直鬱陶しくなっても帰ってくださいって言いにくいでしょ。だからそこまで甘えるわけにはいかないから、だからもう8時半まで寝れたんだけど、でも寝てたらよかった。もう1時間だけでも普通っていうか、だって昨日寝たの4時だよ。寝たの疲れてる状態で3時間して寝てないから、それしんどいでしょ。ノーブラで誘ってた。いや、ノーブラって言ってたから、おっぱいの、ノーブラって言ってたから、おっぱい見えるかなって思ったんだけど、あの、隙間が全然ない T シャツだったから、全然見れなかった。ワンちゃん、胸チラ。見ようとしてたけど、隙間が全然ないタイプの T シャツだったからポッチ見えなかったですね。昨日の T シャツだったらポッチ見えたんだけど、ガードされてたから。惜しかったですね。そうだね、疲れててもそういう欲はなくなるんですね、なぜか。だから鮭とかも命がけで交尾しに行くじゃん。だから性欲が三大欲求で、性欲がやっぱ一番強いんじゃないの。鮭とかだって死ぬらしいからね。リサさん、鮭って川登るじゃん。でメスが産んだ卵に精子かけに行くためだけに、あれ体ボロボロになって登るんだよ。だからやっぱ性欲が勝つんだよね、わかんないけど。そのまま川の流れに身を委ねてね、生活してたらいいのにね。子孫繁栄。でも子孫繁栄っていう本能はないと思うよ。だってみんな子供欲しいと思わないでしょ。子孫繁栄っていう本能はないと思うよ。そういう、なんだったっけ、やっぱ性欲、女の子のおまんこに入れたいっていう性欲だけじゃない。分かんない。あ、それを時知らずっていうんだ。
時知らずはじゃああれだね、サボりだ、やる気ないやつだ。行こうか、出発しようか。休めば休むだけ到着が遅くなるから、とりあえず出発しようか。奈良健康ランド向かいます。水分取ってるよ、ありがとう。奈良健康ランド向かいます。今日は奈良健康ランドでゆっくりします。熱中症対策はしてますんで、ありがとう。頭痛い。ああ冷たい。カズチさんありがとう、参考。ああ冷たい。ああ冷たい。ありがとうカズチさん。山ばかりなイメージ。ああ冷たいよ。よいしょ。出発しますか。何日かけるってだからきついんだって、想像以上に。やばいやばい、熱暴走してきたわ。無理だって、リスナーさん無理だよこれ。やっぱ映像にしたら熱暴走やばいって。充電してないのにめちゃくちゃチンチンに熱いんだけど、やばいな。ラジオにします。ちょっと申し訳ない、リスナーさん。チンチンに熱いですね携帯。うん、しばらくラジオで行きます。iPhone ね、まあかかってる馬みたいな感じ。燃費悪いっすね。全力で走ろうとするから折り合わないんだよ、うん、短距離馬みたいに。それが一番いいって言ってるからね、みんな。おかしいからね。移動配信どうやってやってた？あられちゃんは棒読みつけてたんじゃないの？わかんないけど。カトンボありがとう、ゆずちゃんさん。やばいね、ラジオにしても熱々なんだけど、携帯やばいね。コンビニでちょっと氷買うか。携帯電話ちょっとかなり熱い、裏面触ったら。水遊びっていうか一回顔洗いたいね。水道水で顔洗いたい。コンビニもうないの？やばいって。不良品じゃないよ、 iPhone はそんな感じなんだ基本的に。ほんまかよ、携帯ファン。だって携帯ファンって言うけど今風吹いてるからね、そこそこ風当たってるからね。やばい、全然熱暴走収まらないわ。配信止まるかな、すいません。配信止まるかもしれん。めちゃくちゃ暑い。
今生駒向かってます。あと8キロぐらいで生駒じゃないかな。西田さん、生駒ってどこですか？奈良。奈良今向かってますね。いや携帯ファン意味ないと思うよ絶対。なんかめっちゃでかいラブフォアあるんだけど、リシャさんこんなとこ誰が使うの？めっちゃでかいラブフォアホテルサリーこんなん誰が使うの？アジアンリゾートラブフォアじゃないのかな。ホテルサリーめっちゃでかいよ。大きさ伝わってますかね。ゲーミングスマホなんかあんの？いやでかいよ、相当でかいよこれ、ね、これのれんがあるからラブホっぽくない？サリー、これのれんがあるかないかでラブホかどうかじゃないの違い。もう相当でかいよ、見て奥行き。のれんがあったらラブホですね。ラブホやなんて、こんなところに誰がラブホ使いに来るの？こんな偏僻な何もないところに儲けてんのかな。これリスナーさん、フォルスストレートでした。リスナーさんやばいって、下り坂あると思ってチャリ乗ろうとしてたら、リスナーさんフォルスストレートですね。騙されました。ちょっと下ってまた登りますね。なんやねんこの下り、ちょっと下ってるんですよ。ここ砕けやがって、偏僻なところにあるのがラブホ。ずっと登り、さすがにそうだよな。標高 600m、 600m ぐらいあるらしいですね。トンボありがとう。こっから軽度シャドウエグいんだ。日陰は涼しいんだけどね、日陰はびっくりぐらいする涼しい。やっぱでも若干涼しいね。風がね冷たい。リスナーさん風が冷たいっすね。やっぱ山だからかな。うわこれリスナーさん危ない言ってる意味分かったわ。やばいってリスナーさん、これ道路の幅がない、そういうことか。やばいってこれ、引き殺されるってマジで。車来た、引き殺されるってこれか。危ないっていう意味、殺されるよこれ。夜になったら引かれてる。やばいやばい、怖いって。もうだってこんなとこ歩いてる人いないからさ、見落とされて引かれるよマジで。油断してるドライバーいるだろこれ絶対。これからそう、でかい車が多いね。しかもまあ引くんならあっさり殺してくれよ、あっさり。しかも交通量多い、交通量多い。結構飛ばしてますね。40キロが制限なんですけど。
でこれ下り、リスナーさん、でもこれ下りがあるからね、私服の下り、うん、下りがあるから頑張れるよ。これやばいだろ、ちゃんと整備しろよリスナーさん、これやばいだろ。道路あるんだよ、正確には草が道路を覆って、これえぐいだろ。道路ちゃんとあるんだよ、これ草の下整備してないから。これリスナーさん、これはやばいだろ。これ草刈りしろよな。これビッグモーターさん出番ですよ。ビッグモーターさんの開発した除草剤ね、巻きましょう。ここに除草剤屋さん始めたいのね。あ、生駒行くんすか J さん。落ち合いますか。いや、運転モードっていうか今歩いてるから、このちょっと怖いって車、マジで車怖すぎる。怖いっすね。暑い暑い。いや歩きはもう、でも動画やめとくわ。あのもうチンチンバッテリーが。ちょっと立ち乗りしてみるわ。ちょっと立ち乗り今やってるけど、いけるかな。立ち乗りしてます今。サヤコンさんありがとう。立ち乗りワンちゃんいけるけどね、ちょっと危ないから立ち乗り行くわ。ちょっとコメント読めません。これ山何メートルぐらい進むの、やばいだろこれ。立ち乗りも無理だ。立ち乗りギブアップ。はあって立ち乗りしてるんだから当たり前だろ。え、もう下りですか。え、もう頂上 J さん、マジで。今平地なんだけど、まだまだ。嘘、今平地だから。また坂来たわ。また坂来たわ。え、そんなあるの距離。やっぱ平地ルートがいいよ。平地ルートがいい。体力全部やられるわ。ケツは休めるけど。
やばいだろこれ。よいしょ。110時間かかるんだ歩きだったら。いや歩きで110時間で行けるもんなの？頑張れ、ありがとう。赤トンボもありがとう。茶屋あるの？茶屋場内茶屋でもね、リスナーさん、涼しいよ。涼しいですね、若干。やっぱ山だからかな。もう日陰入ったらめっちゃ風涼しい。やっぱな、山は涼しい、ね。まあ、それは大丈夫だよ。あの、何次から次へと。なんか来たよ。なんか来た。餃子の王将あんの？誰が食うの、こんな偏僻なところ。消防車ですね、消防車乗せてくんないかな。消防車、消防車がなんか走ってる、なぜか。王将、王将本当にあるんだ。あー、リスナーさん、絶景です。景色のコーナー、これ綺麗だね。夜だったらかなり綺麗んじゃない？夜だったらかなり綺麗なんじゃないかな、これ。綺麗だね。いいです。もうこういうのも織り交ぜていきます。ラジオ配信って言われちゃうんでね。すごいよね、夜だったらかなり綺麗なんじゃないかな。分かんないけど、もう汗が滝のように出てくる。やばいな。リスナーさん、ちなみにスーパー銭湯行ってパンツとズボン、よく、あの、体洗うとこでざっと洗ったら怒られるかな。ちょっと洗濯も一緒にしたいな。もうびちょびちょ、パンツ、ズボン、 T シャツ。あ、これ超えたら奈良なの？わかんない、怒られる、マジで。洗濯機ないんくないのかな。洗濯が大変だね、ほんま。ダメ、ダメなんだ。公園で洗う、ないんだよ、水道がないんすよ。一回 T シャツ全部濡らしたいけどね、びちょびちょに。 T シャツとズボン。サイクルチャージって何？漫画喫茶にコインランドリーないのかな。わかんない、施設の中にあったらいいんだけどね。スーパー銭湯そんな行かないし、行っても使わないからね、普段。まだ登る。何キロあるんだろうね、山。
え、できん食らうレベルなの洗ってんの。 T シャツぐらい良くない？さあと、ほんま。あ、快活クラブあるんだ、洗濯機。やっぱすごいね、快活クラブ。快活クラブちょっと見つけた。スーパー銭湯よりそっちの方がいいね。快活クラブ行こうか。シャワーもあるしね。あるんだ。コインランドリーやったらいいんだけどね。結構ストレス溜まるでしょ、汚れてる衣類袋に入れて持ち運びするのって。くねくねですね。スパイラルカーブさっき曲がりましたね。スーパー銭湯ない。いや、奈良健康ランドしかないのってこと。奈良健康ランド会員になってるよ。一応アプリにあるからすぐに手続きできる。手続きこれめんどくさいよね、あれ。謝罪しに行くから社長に。ちょっとやばいな、まだまだあるぞこれ。リスナーさんやばいって、これこれ水足りるかな。水あと1リットルぐらいしかない。健康ランド遠いんだ。これまだまだあるぞ、やばいな。果てしない。いや、すごいね中村くん、よくこれやったね。ヘタロさんは2往復したらしい。で、2回やったらしいよ、東京大阪が。半分、嘘でしょ。なんで半分ってわかんの、ちなみに。わかんない、奈良ルートが1号線で行こうとしてたんだけど、気づいたら奈良ルートになってたから。ドル円しようと思ってるよ、まだ上がってんの。トンボありがとう、10倍トンボありがとう、特命さん。え、あと半分ってことはもうすぐ頂上ってこと？頂上までまだ半分しか進んでないってこと？4分の1しか続いてないってこと？526上がっとるがな。さっき41まで下がったのね。もうやばいな、ドル円全然下がんないよもう。坂だらけ、京都も坂多いんだ。頑張って、ありがとう。そう、下りのために今頑張ってる。ほんまどんだけ負けるんだよもう。フェリーわかんない、まだ何も考えてないんだよ、もうわかんない。ちょっと乗ろっか、ちょっと平地になったから。よいしょ、いけ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 。三重を経由する意味がわかんない。三重って 南の方じゃん。あー、そうか、三重ルートの方が近いってこと。あー、もう下りかも。下り来た、これ多分下り。いや、下りじゃなかった、まだか。騙し下げがあるね、ほんまに。まだだった、見えると平地なんだ。
平地の方が絶対早いと思うわ正直。